よいしょ。もう遅いし誰も来ないかしら。あ、4人いる。お暇つぶしにどうぞ。もう遅いよ、1時だね。なんて時間にやるんだ。なんか寝れなくて。ちょっと待ってくださいね。あれ？どうやっていくの？お、こんばんは。こんばんは。ホーム、あった。これだ。すごい時間。1時だよ。全員集合。布団に。すいません。全員集合。布団に。だよね。いや、ほんとすいません。ほんとすいません。わ、ライズさん、こんばんは、バイト帰りです。こんばんは、バイト帰りです。すごいね。お疲れ様です。まあ、アホタンさん、EKD さん、いつもありがとうございます。あ、白丸さん、こんばんは、いつもありがとうございます。スズメユキさんも、いつもありがとうございます。ホッティーナさん、こんばんは。ともしろさんも。え、音ちっちゃい？あ、混ざってた今。音が遅れて聞こえてくるよ。これね、これ、この iPad で YouTube をこうやってみんなのね、このあれを見るためにつけてんすよ。そしたらその音声も再生されて気持ち悪いですよね、これね。わかる。今の音消した。わー、僕の名前呼んでくれた。あー、いやいや、もう来てくれるの嬉しいんで。さすがに夜遅いよね。ちょっと絵描きながら、ちょっとね、お仕事を、これもね、お仕事なんですよ。こんばんは、サイコパスさん。あ、サイコパスさん、いつもコメントくれる方、ありがとうございます。ちょっとね、絵描きながら、ちょっと薄くしてですね、まあ画面のね、左下をちょっと完成させながら描いていきますね。いやー、さっきねツイートしたじゃないですか、YouTube どうしようみたいな。あー、そんな、別に悩んじゃいないんですけど、なんかね、アイディアないかなと思って、絵描きながらね、マジックつっちゃうの、これ。大体こうあるのが、こう YouTube で漫画家がやることは作画配信じゃないですかね、大体ね。で、次がなんだろう、漫画とね、やることないんで、ちょっとね、もう僕、偶然ね、福田さんっていう人がいまして、スタッフで。で、彼がこう喋りが達者で、まあ、彼の喋りが面白いから、ちょっとおやつタイムの時に YouTube 撮ったら面白いんじゃないかなと思って始めた
ったっていうのもあるんですよね。例えば動画ってやっぱりこうこれからすごい大きな財産になるのではという電磁場的な思考もございましてですね。あ、甘色なずみさんこんばんは。あら、すいません遅くに。みんなベッドとか布団の中で聞いてるんじゃないのこれ。まあ、大丈夫ですよ。もう誰もいなくなっても一人で喋ってるんで眠くなったら離脱してくださいね。はい、マストさん、はい、こんばんは。あのパンダのね、いつもありがとうございます。アメノコさん、こんばんは。お昼寝しててよかった。あ、お昼寝してたから寝なくなっちゃったのね。そうね、お昼寝すると寝れないよね。お昼寝どれくらいすると寝れなくなります？僕たまに間違えて何時間も寝ちゃう時あるんですけど、はーって起きたら3時過ぎてたりとか、うぞーってなるんです。私は絵を描いたりツイッター見てたりしてました。絵を描きながら拝見を。 ありがとうございます。そうそう、だからね、これはまがかが映るちょっと映る。YouTube でする。あと、なんか漫画の書き方講座みたいな、なんか見たことあるの、このあたり。そうそう、でなんかすごい人がいて、作画配信、YouTube、間違えた、YouTube になってる？はい。ありがとうございます。以前、うっかり、もじもじもじ母さんを書いたの、内緒です。ん？え？書いたの？書いてくれたの？マジで？もじ母さん書いてくれたの？嬉しい。EKT さんは絵描きなのかな。あ、そっか、あの人か、あの人だ。は、思い出した。ふふふ、なんかね、ちょっと手は後でにしよう。ぼんやり描けないんで、手が一番難しいんだよ。だからこう漫画家がさ、 YouTube でね、何するかってやつですよ。まあいろいろあるんでしょうけどね。なんか同じようなことずっとやってもねとは思うんですけど、まあ、でもあの雑談あるじゃないですか。あれはね面白いんですよ。毎回話がいろんなところに飛ぶんで、すごくね、やってて面白いんですわ。福田さんもノリノリだし、あ、マイクラ配信すっかり忘れてた。そう、マイクラね、撮ってある。今度出しますね。っていうか俺昨日編集してて、今日出そうと思ってたんだ。ああ明日出しますね。そうただ私がマイクラが怖いって狼狽してるだけの動画なんで、そんな面白くないかも。難しいよな。だってさ、漫画家ってそもそもね、漫画を描く人じゃないですか。漫画描いてろよって話じゃないですか。究極ひろゆき先生もしたけど、
漫画家が何やってんだよってね。で、大石先生も言ってたじゃないですか。漫画家は基本もう人と喋らない職業なので喋りが全然できないみたいな。なのにYouTube やるからみたいな。なるほどみたいな。そういうねジレンマですよ。でもなんか誰かとおしゃべりしたい、誰かとこう何かこう出力したいっていう。だからぴょこたん先生はやっぱすごいんですよ。喋れるしずっと一人で、なんかチャットとか見ながららしいんですけど、ちょっとやっぱちょっとこれ一番手前だから指かかないとなぁと思っと、指一応ね、まあ、適当だけど。だからそう、まあ、僕は美術学校で先生やってたんで、多少こうお話しするのはね、多少得意な、多少っていうかもう、まあ、好きなんで多少はね喋れるんですけど、やっぱりね特に用事もないのに喋るのが辛い辛いっていうか、こう、なんかね人と喋ってて、あこれ喋んなきゃみたいになるのもいいんですけど、例えばなんか自分でお題決めて、例えばなんか何々についてみたいな、あれも全然ねすごいよね、やれる人。ぴょこたん先生すごいんだよ。深夜におばんです、カウズーさん、ありがとうございます、いつもありがとうございます。髪の擦れる音とか G ペンと音とか好きなので音フェチ動画作ってみてはどうですか。あとタイトル英語にしたら視聴者増えると思います。そうなの、タイトル英語にしたら視聴者増えるの。はあ、そうなんだ。え、いいこと聞いた。これ後でこのチャットちゃんと書き出したか。た、まあ、行こうぞ。え、そうなの。お、まあ、一応こう、いや、待ってよ、いい案は、ここに、まず出た。音フェチ。でもそれ、音フェチって、書けばいいの？題名に。確かに僕、ツイッターで、ペン入れの動画上げると、カリカリ音がたまらないとか、このコリッコリって音がとか、なんか、やたと音に反応して、はぁはぁ言ってる人がいるんだけど、あれは、そういうこと？え、そういうこと？あ、マストさん、私立合格しました。おめでとうございます。マストさん、おめでとうございます。いや、すごい。いやー、もうめでたい。はい、無評がね、はい、お、無評が言ってますよ。ほらなんかひひめでて、はい、おめでとうございます。すごいねー。ASMR？ 何それ ASMR？ 何これ音フェチ動画 ASMR っていうの、これっていうの。はあ、英語にするなら字幕の設定で解くのはどうでしょう。おお、ペン入れの音は実際いいですね。そういうことです。わら、あ、そういうことなんだ。じゃあ俺のツイッターの動画上げた時フォロワーが増えるのは音フェチの人たちがヒャッホーって言ってるんですね。マジか、いいな。大石圭さん200、なにこれ、え、あ、大石先生、あ、これ待って、これ、あ
なんだっけこれ、チャリーンってするやつがオンになってんだ。また YouTube 出してください。ああー、おいし先生連絡するの忘れてた。あのぴょこたん先生のが来るんですよ。なんかその日にあの来てくださいよ。あ、スパチャだ。そう、スーパーチャットオンにしたままだった。あ、これみんなさん気にしなくていいですけど、あのくれると嬉しいですけど、あのどっちでも。やべ、250円って僕今収益化して12ドルしか入ってないのに一気に250円も。うわーすごい。皆さん10円とかでもいいんでくださいとか言っちゃって。これ面白いな、スーパーチャットなんてね。ちょっと忘れてました、なんかオンにしてたわ、そういえば。そうそう、だから大石先生との動画がねすごい再生されたんですよ、久しぶりに。1200回か、あれがなんか2ドル40セントみたいな。まあ値段言っちゃいけないんだっけ、まあいっか。収益的な意味でも、ああなんか別にこうあの YouTube、 あーでもそっか、侮れないよね、すごい収入になっちゃうかもしんないよね。大石先生と、そうだ、あの毎週ジャンプの感想を言う動画撮ろうかみたいな話のこと言ってましたっけ。どうでしたっけ、わかんないですけど、なんかなんて恐ろしい動画を撮ろうとしてるんだって自分で思いました。そうそう、ぺこたん先生がね、あの配信で言ってましたしね、うん、来週今後の予定なんですけどみたいな感じで言ってくれてましたので、はい、来週楽しみだな。いつかはちょっと秘密ですけど、うんうんうん、おい先生嬉しいな。そうですよ、だからね、この漫画家さんとコラボするのはいいんですよ。ね、すごく楽しいんですけど、この仕事場訪問してその人の仕事を見て、でなんかその人の経歴とかこう漫画のいろはみたいなやつを僕がやってもなって気もするんですよね。だから大石先生とこう動画撮ってて思ったのは、なんかこうテーマを決めてね、喋るの面白いんじゃないかなと思ったんですよね。あ、この EKD さんがテーマカードを用意しておくとかいかがでしょうって面白いこと言ってる。テレビ番組みたいな。うん。ライブ会談より編集する感じがいいかもしれませんね。でもあまり感想やってるとうっかり発言で炎上もしそうですね。で、この前大石さんのとの対談というか、あれ編集なしでそのままやったから、結構思えばすごいことやったんだなって。作家の部屋は確かに見たいですな。作家の部屋見たい。結構さ、最近もう漫画家自分の顔とか部屋とか出しまくってるから、もうそんな珍しくないのかなとか思うんですけど、やっぱ見たいんだね。そっかそっか。ね。音フェチ仕事に。だから漫画家さんとコラボして何をするか。ね。これがね、今後面白い方向に。これ結構大事な感じかもしれませんね。まあ毎回はできませんけどね、みんな忙しいし。わあすごい、大石先生250円ありがとうございます。
がとうございます。改めて、うんうん、そうだからやっぱりこう あとでもね、あとねこれも言えるんだけど、あの声かけづらいっていうのが結構あのこのね動画に出てもらいたいっていうのもあるんですけどね、なんかみんな忙しそうつうかなんかこう声がかけづらい異常に声がかけづらいっていう、うん、あ、お料理動画ね、あ、お料理動画か、あれね今日ねちょっとあの俺チヂミ焼いてたやつをあのツイートしたじゃないですか、パンってジューパンってやつ、あれ実は僕ちょっと編集したんですよ、こう気持ちいいタイミングにひっくり返るように編集したんですけど、お料理動画結構大変かもしんないと思った。なんかあのタイミングとかあの編集センスがすごい問われるから、特訓ってすごいんだなと、うん、特訓すげえと思いました。だからちょっとお料理動画撮ろうとしてたんですよ、したらね、なんていうのかね、なんかね こう言ったらなんですけどバッチリ感じになっちゃって、ちょっとやめとこうってそっとじしたんですよね。そうそう、なんかあの絵面っていうのかな、食材を切ってそう鍋に入れてみたいなの、グツグツしてる感じとか、なんかちょっとね僕の理想が高いのかもしれないんですけど、これは出せないなとか意外と多いんですよ。あのツイートする料理とかでもあのかなりバッチリ、そう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 バッチリっていうかね、なんていうのかな、なんていうのかこれあんまり表現をリアルにしちゃいけないんですけど、お皿に持ってるこう料理を写真に撮るじゃないですか、なんか自分の笑顔をパシャッと撮った時に普段だったらなんかこう笑顔が撮れるのに、撮り方間違えると具合が悪そうというか、料理も一緒で美味しく作れたんだけど写真に撮ったらなんか美味しくなさそうに撮れちゃうとか、すごい難しいんですよ。そうそう、うん、料理動画は別の人にも手伝ってもらうしかないでしょ。あ、ほんとそう、あれやっぱ写真家とかすごいんですよ、多分すごい人たちなんですよ、あの料理を写真うまく撮る人ね。足めっちゃ太かったな、これかがんでる感じが出ない。ってこうね、いろいろ喋りながらね今絵のことも心配してるんですけど、うん、YouTube じゃちょっとどんどん面白いことやっていくかね。まんべん見てみたい、まんべんという洗礼があるじゃないですかこの EKD さんのこのあるじゃないですかとか、ジョースターみたいな喋り、そうだよな、うん、チヂミ美味しそうでした、ありがとうございます。まんべん見てみたい、うん、じゃああれですか、一人まんべんみたいなのですか、一人まんべんってどんなにするんだろう、あれでしょ語るの、一人まんべんってどうするんだあれってでもやっぱプロがやってるから、そうなんだよな、そこは編集でバッサリ切って出来上がったのがこちらで完璧です。あ、なるほど、お、あれれれれれ、あおたんさんすいません、記念スパチャ、うわーごめん、すいません皆さんのお小遣いを吸い上げて、なるほどこれがサブスクで儲かるってやつかうーわー申し訳ない、ほんと皆さんスパチャありがとうございます、ちょっと
ふうにしときますね。はい、今回だけちょっとオンをオフに しそびれておって、お料理は蛍光灯とかではなく暖色系のライト、うん、僕ね暖色系のライトだけでやってるんだから、料理取るときだけ部屋真っ暗にして、なんかこうこういうね、こうあこういうこれね、今色変わったと思う、こんな感じにしてます。それでもうまく撮れない時あるんだよ、なんか撮れないんだよそうなんだよ。うわチャットいっぱいありがとうみんな、あ色紙書く動画とかね、いやあんまり話せないよな。うーんまあね、お絵描き動画はね、うんまあなるべく自分の作品がいいかなと思いますけどね。まあ、ちょっと僕もアニメやってたりするんで、やっぱこうあんまりガンガンやらない方がいいかなとは思ってはいるんですけど、まあ、たまにやっちゃったりして。テコアニメ公式さんにリツイートしてもらっちゃったりして、すいませんってこう本当にね、本当に優しいんですよ皆さん、本当無表関連のねお仕事をやってくださってる方々の懐が深い、うんうん深いうちにね本当ちゃんとやんないと捨てられちゃうから頑張ります。だからまああとまあやっぱりだからこうまああんまりそういうねいろんなことやんなきゃみたいな感じで神経質になりたくはないんですよね。だから自然にやれる範囲内でね、うん、そうそう、いやおたんさんありがとうございます。おたんさんのこのスパチャのところがですね青く光ってますよ。これスパチャ入るとこういうのが入るんですよ、こう青いのがね、すごくないですかね、え青石先生の、はあ、ありがとう、いい夜だ、しかも1時半だべさ、だべさってだべさね、え、いやもうほんとありがたい話だよな。メガネの調子が悪いんですよ、今。ちょっといいですか。このメガネがなんかね、なんかここなんか変なんですよ。満遍か。あとね、僕ね、結構。いやあんまやんないとこうと思ってるのが、漫画のいろはをこう教えちゃうのをこう僕、まあ、独自の理論みたいな、なんかあんまりいろんな人に影響ないぐらいの程度の話はしてもいいかなと思うんですけど、こうしたらうまく書けるみたいなやつですかね。そういうのはね、ロジックがしっかり分かってる人が言った方がいいかなと思ってて、僕みたいに本当に勘で半分勘で書いてる人はそういうの語らない方がいいなとは思ってるんですよね。まあ多少はね、多少は言えることありますけど、うん、いつか行ってみようかなとは思いますが、あ、チャンネル登録者2100人おめでとうございます。いやありがとうございます。先生に貢ぎたいけど母の許可が、あ、いやお気になさらず、本当にお気になさらず、うんうんうん、おみんないっぱい書いてくれてありがとう。そうそうそう、ナイスパイパイですわ、カウズーさんありがとうございます。そういう映像コツ撮るコツ、あ、そういう映像を撮るコツをどこかでまとめてそうだけど、うん、ありそうですね。 YouTube にもあるんですよ、料理動画の撮り方みたいなね。
って人と話すことで脳内で情報を整理されますしね。うん、そうなんですよ。貴重なんですよ、この配信というのは。気づきましたね。そう、こうやって配信でみんなに相談することで、私は今学習をしているんですよ。恐ろしいでしょ。私の脳内のこの西 AI が、まあなんていうのか、まあラジオみたいな感覚でやってはいるんですよ。これラジオ、ね、オールナイトに西、あ、ダメだ、全然まとまんない。うん、まあラジオですよ。インターヨシウキみたいな感じですよ。インター FM、 全然語呂が合わないな、これダメだ。そう、中澤洋二さん、お疲れ様です、ありがとうございます。皆さん本当来ていただいて、もうね1時半ですわ。斉藤孝雄先生のようにタバコの火で原稿を乾燥なんて真似はちょっとできませんね。やってますね、あれね、かっこいいっすよね。うちは完全にドライヤー使っちゃいますから。 あとあれかな、あのオイルヒーターの横にですね、こうパネルに原稿を貼ってですね、こうブラーンってしますね。そうすると一気に乾きますね。カラーやってる時に、乾かしたい時はだいたい冬だったらそうします。夏だとドライヤー、ドライヤーだとちょっと髪がねしなるんですよね。乾燥しすぎて一部分だけシワになっちゃったりするんで、ということですね。ムヒョンのコスプレしていた子供の父、あら、あの玉だと、玉だと、あ、いや、もう玉田に戻ったのか、写真撮ってた人ですよね。ありがとうございます、お子様ね。あれはほんのすげえクオリティの本物のムヒョンかと思いました。ございます。まあこんな形で、ああもう息子さんもだいぶ大きくなられたのではっていう、そんな月日は経ってないですか。嬉しいな。そうだから、ああいうさ、ちっちゃい子とかがさ、ムヒョ好きだって言ってくれてさ、ねえ、さ、髪折りに尽きる、9歳、あ、9歳、今、こ、怖がりませんか、お化け、マジか、あやー、ほんと9歳、いやー、やった、嬉しい。9歳、アンケート出してくれたらすごい年齢が下がるぞ。つって、うわー、すごいね、9歳。あー、でも確かにな、僕もそうか、確かに、うん、それぐらいのこのファンちょこちょこいますね。ちょっとまあ年齢は言いませんけど、あの娘とか息子あたりのこう友達とかからですね、アニメ見たみたいな話をユーネクストでムヒョの一気見直してます。あ、そっか、今ちょうど再放送か。ヤングタウン日曜日。うまいこと言うな、本当に。あー、面白いね。スマホの残高少なかった、次までにチャージしときます。いやいや、ご無理なきよ。
子作り配信と銘打ってキャラクターを生むまでちょっとまた面白いこと言うのもう。そうですね、まあ、だんだんなんか分かってきましたよ、うん、これをしないで、これはまあ消去法というかね、これしない方がいいかなとかも見えてきたし、一応ね、誰が何の需要があるか分かりませんが、マイクラのマイクラの動画出そうかなと思ってます。すっかり忘れてた。みんなマイクラとかやる？やります？マイクラやります？この前高校生みたいな子にお話聞いたら、みんなね FPS やって飽きたらマイクラやってみたいな、マイクラに戻るみたいな、うん、もや一昔前のマリオみたいな役目を果たしてるみたいで、すごいソフトですよマイクラ。僕もずっとやってますもん、ほんと需要しかないですよマイクラ。へえ、そうなんだ。なんだっけ、あの映像研の先生がマイクラの配信昨日してたんだよね。でちょっと覗きに行ったんですよ。でちょっとこう絡もうかなと思ったんですけど、ちょっとやめときました人見知りが発動して、こっそりツイッターもフォローしちゃって。この人面白い人ですね。面白い西先生、FPS してほしいです。はい。あのね、実はですね、フォートナイト、ちょっとたしなんでおりまして、育児なしてました。フォートナイトをたしなんでるんですよ。下手くそですけど。息子がですね、フォートナイトがもう、なんかめちゃくちゃやってましてマイクラとフォートナイトをやってるんですけど、すごいんですよ、上手くて。で僕も一緒になってやってるんですよ。マイクラも一緒になってやってるんですけど、もうほんと親子でずっとやっててですね、すごいんですよ。西さん息子いるの？はい、おります。弟もフォートナイトしてます。おお、フォートナイト僕元アジア63位です。え待って、えマストさん本当に、えマジで、ええよよよ、えマジで本当に63位、すげー、すっごい、めっちゃすごいじゃんそれ。それ大会とか呼ばれるレベルじゃないですか。マストさんすご。きょうちゃんさんこんばんは。さっきまでフォートナイトしました。え、そうなんだ。じゃみんなやってんだね。マイクラとフォートナイト。よし、じゃあさっき俺フォートナイトで、俺は全然貢献してないけどビクロイしたやつがあるから、実はちょ密かにちょっともう録音とかしてまして、それを見つか出そうかな。公式大会はあマストさんすごはあ。サイコパスさんおやすみなさい。すげー、すごそう。エームとかすごいんでしょうね。建築パソコンですか？マストさんはパソコン勢ですか？うーすげえなー、しれっとすごい人いるね。え、マジっすか？もしかして YouTube やってたりするんじゃないの？ほんと、あ、PS4 なんかもうやってるでしょ。実は配信者じゃねえの？
すげえ、63移動いて。ツイッターにプレイ動画送っときます。マジっすか。あざます。え、マストさんって若いよね、確か。はあ、すごい。15歳、そう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 、15歳だ。うほひょー。やべえ。すごい人現れたっていうか、明日息子に自慢しときますわ。プレイ動画くれるの、もうそんなの勉強になっちゃうじゃん、めっちゃすげえ。おー、俺がチームフォートナイト作ったらもう参加してもらおうすごいな。それとんでもない人だわ。多分そこら辺にあるいる配信者より上手いですね、その出したら、うん、僕も結構ね、あのフォートナイトの動画とマイクロの動画仕事中に結構流してるんですよね。マイクラはね、あのマイゼンシスターズとかクンさんとかいう人が面白くて見てます。プレイ時間4000時間。うわー、やっぱりそれぐらいやってるんだ。すげえ。え、待って、もう、すごいですね。もうお金稼げるんじゃないですか。すっげえ。ごめんね、ちょっと完全にフォートナイトの話になっちゃった、これ。そう、だから、漫画家がゲーム配信みたいなのも、まあ面白いじゃないですか。ね、漫画家が漫画家ゲーム配信。あ、ちなみに明日あげるマイクラのあの動画の名前は、あの超くだらない感じです。それいけ、漫画家マイクラ生活、はい、これなんか見た聞いたことある題名ですけど、はい、こういう感じです。くだらないです。そうだから、漫画家がゲーム配信するのもね、面白いじゃないですか、ね、これ漫画家ならではの視点というか、くだらないね話をできたらなと。驚いちゃった。だからまあなんか漫画家がこれやったら面白いみたいなのがね、うん、やってる方もいますよね。あの漫画家チャンネルの、なんだっけ、浦田和弘先生とかがなんかあの面白いことやってますよね。バンジージャンプとか、うん。あの方々ね、漫画家さんの仕事場訪問とかしてるから、まあ、あれはもうお任せして僕はあの雑談と、そうね、あとまあ料理やってみるかな、うん、あと大石先生となんか面白いことしたいな、うん、あとあの漫画家さんもいいしな、うん、稲垣先生とかなんかすげえお金と漫画について話してほしいけどな何しそうなんだよな。いろいろやっているうちに方向性も定まりそうですしね。まあなんかいろいろやった方がいいみたいですね、うん、皆さん相談乗ってくれてありがとう。料理しましょう。ココさん、お、家族の方だ。ありがとうございます。パンケーキ作って上になんか書きましょう。うん、そうだね。やってみるか。手芸も何とぞ。あ、手芸？うん、手芸も好きだな。手芸も好きだよ。
やっぱじゃこの美大のテキスタイル科だったんで、手を動かすの好き、フェルトとかすごい得意だったんで、フェルトマスターって呼ばれてましたね。美大懐かしいな。美大の知識ね、デッサン講座とかですか。いやもう今無理だな。デッサンはねちょっと錆びるんで、鉛筆デッサンはね、まあ多少は書けるけど、多分あの完成に持っていけないですね多分ね。デッサンは、ぼんやりうまそうな絵は描くことができると思います。あこの人うまそうみたいな。石膏デッサンだったらなんとかなるかな。生物とか描けないかな、ちょっと目の微妙な表情を後で描こう。確か息子さんにモンハンの武器作ってましたね。でもあそこにぶら下がってますね、はい、ぶら下がってますけど取れるかな、ね、モンハンの武器これ取れるかな。あーこれダメだな。ごそごそ。あ、ほこりか。あ、これ、これ面白いか。あ、ダメだ。今度にします。よいしょ。放送事故みたいになっちゃった。エプロンってどうなってたっけ。レースみたいなのついてなかったっけ。こういうの適当なんだよな俺。見て書かないんですよ。まあいいんですよね。まあいいんだよって言いながら書いちゃうんだよな。漫画のことね。ただなんかね、要はね、僕ね、一人でいるときに何をやるかみたいなのがあるんですよ。一人の時に撮る動画。福田さんとかって月にね、実はね、出したらね、10日も来てない時があるんですよ。そう。先生、チヂミに天ぷら粉忘れた。天ぷら粉教えてくれた子ありがとう。まあそう、一人で撮るやつだから料理か。料理ね。料理でしょ。じゃこれ編集がな。料理は編集がな。まあでもやってみるか。だって福田さんとの雑談動画も結構編集しなきゃいけない時あるんですよ。僕にしろ福田さんにしろたまに余計なこと言ってるんで。そうやめとこうみたいな。先生が作ったチヂミ綺麗だったです。さすが。あ、ありがとうございます。本場の方に言っていただけると嬉しいです。もうどうしても食べたいと思いまして、はい、今日はチヂミとですね、スンドゥブというやつですか、ちょっと辛い鍋ですかね、あれを作って、はい、美味しゅうございました。大変たまにね、こう辛いというかね、なんか食べたくなるんですよ。非常にね、ご飯が進むくんですね、あれは。さあ、だいぶ定まってきました。もう夜も遅いので、ちょっとずつ、おしまいにしようかなと配信は思います。あと 2,3 分で、でもだんだんなんか分かってきましたね。はい、一人の時に撮る動画をまあどうしたいかっていうのと、あとまあ漫画家さんのコラボはね、やはり皆さんのご都合がございますから、はい、それもねやっぱりちょっと
ょっと考えないといけないから、まあそんな頻繁にはできないと思います。はい。そういう感じですかね。そうそう。漫画かゲーム配信。なんかちょっとこう考えますわ。なんかできそうな気がしてきました。はい。え、マストさん、フォートナイトのキルシュー今作ってるんで終わったら送ります。ありがとうございます。マジっすか。マストさん、それ YouTube に上げたらどうっすか。マストさん、15だったら YouTube。もうできるでしょ。ちょっとくれるんすか。マジっすか。すげえな。お忙しい漫画家さんとか電話インタビューもいいと思います。あ、電話ね。あ、あれか、あれだ、なんだっけ、ディスコード。ディスコードね。浅間るいさん、はじめまして、ありがとうございます。佐藤ひろしさん、配信お疲れ様です。ピョコタンとのコラボ楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。これもしかしてピョコタンチャンネルの視聴者の方かな。すいません、ありがとうございます。こんな夜中に、おほほん、こんなちょっと、ちょっとすみません、今お仕事へを依頼と言いますか、あの仕事の絵がありまして、書いておるんですけども、夜っぽい絵でございます。そうよね、指変だわ。なんかでも本当楽しいんで、楽しいんですよ、すごく YouTube がやってて。多分ですけど、まあ話すのが好きなんだと思うんですよね。から、あ、カウズーさん、ありがとうございます。おやすみなさい。すみません、来たばっかりの人、申し訳ありません。そろそろ終わりますので、皆さんありがとうございました。指に差し掛かってきたので先生が楽しくやってお金になればそれで満足です。ありがとうございます。無理のない範囲、無理のない範囲で長く続けてほしいです。あ、そうですよね。アオタンさん、ありがとうございます。今日は皆様ありがとうございました。え、アッサーマルイさん、西先生の読み切り時代からファンです。ありがとうございます。すいません。じゃあここのちょっと顔が出せないので、髪の毛が今お風呂上がりでひどい状態なので、この偽物のこの私、あ、ともしろさん、なんだこの終わり際に、すいません。わあ、250円すいません、ありがとうございます。泣いちゃう。おやすみなさい。おさ、あれおやすみなさい。あれ、ギリギリですか。夏さん、もう終わりですよ夏さん、夏さんのこれ、ほら、夏さんの書いときますよ、ほら、このキャラ。あの夏さんね、あのナスさんの、僕ね、LINE スタンプ実は持ってるんです。はい、というわけであれ、こんなんじゃなかったっけ。ガーン、 LINE スタンプあるでしょ。見つけたんですよ、僕。どういうね、あとなんだっけ、あのハトさんのも見つけました。はい、じゃあそういうことでおやすみなさーい。どうもー、また